上杉新吉帝大七聖社は、文学博士の木平正美を代表とした1925年創立の団体、七尾社、東大七聖社とも称された。1920年結成の右翼学生団体抗国同士会の後ろ身左翼系学生思想団体の新人会に対抗し、上杉新吉の指導の下国家交流、国家主義、 人格収容を標榜して結成された。東京帝国大学の上杉新吉が指導にあたり、本部は当初は東京市小石川区大塚坂下町の上杉邸に置かれたが、後に指導者の後田俊郎ら会員が住んでいた本郷区森川町の弓道学者に移された。結社名は七尾報告に由来。市政一貫、報告人中を掲げ、1927年6月には、 左翼団体に宣戦線布告を行った。特に新人会との衝突が激しかった。最初は、週一回の研究会、月一回の神社、史跡の産経や、常並武次郎、小川平吉ら先輩同人を招いて、講演会を開催するなどしていたが、次第に暴力化し、1928年1月24日には、高等学校弁論大会用語演説会を、襲撃。 1932年の決命団事件では、社員4名が、西恩寺金持ちなどの暗殺担当者として、逮捕、起訴され、社会に衝撃を与えた。指導者には、穂積51、会員には、田中国夫のほか、四本吉高、浜崎長と、重富義夫、工藤久志志郎、松岡平氏などがいた。結社の学生宿舎として穂積が1932年に、 イタリ県領を開設した。左翼の彗星と共に目立った活動はなくなり、1938年頃、自然消滅状態となった。大正5年頃、上杉新吉を中心として、同志学生が愛国収容の団体、木曜会を結成。それが発展し、大正8年に広告同志会となり、会員は400から500名を有した。同士会の機関士、 戦死日本一号のカノコギカズノブの関東寺が問題となって発売禁止となったため、経済的打撃などから同志会内で分裂が起こり、一部が脱会して国本社を作り、残留組は大正10年頃に自然解体した。このまも、木曜会会員として、上杉のもとで収容していた40名ほどが大正13年に上杉宅に集い、7聖社を結成した。 ありがとうございます。